皆さんこんにちは、かよです。今回はですね、伊勢丹メイクアップパーティー2020で発売されるねコスメたちを少し先取りして皆さんに紹介していきたいと思います。ということでどうぞ。冒頭にもありました通り、伊勢丹メイクアップパーティー2020が今年も開催いたします。イエーイ。3月ね4日から3月9日まで行われるみたいで、伊勢丹新宿店本館6階にて開催されるそうです。そして私がですね、なんとこの度公式サポーターになりました。イエーイ。なんと光栄なというお話がいただけましてですね、日頃ねデパコスを買い漁ってコスメ大好きをこうみんなに発信していたのが伊勢丹さんまで届くとはまさか思ってもいなくて、すっごく嬉しかったんですけど、今回はねそんな伊勢丹新宿店限定品ですとか先行発売品などなどをレビューして紹介していきたいと思います。行ってみましょう。まず一つ目がですね、私が大好きなブランド、じゃじゃん、チューウェムラのクロマティックス桜コッパーっていうパレットです。じゃらーん、かわいいでしょ。これほんとかわいいですよね。手に出していきたいと思います。こちらシマーナカラーからギラギラまでほんとたくさんの種類が入ってて、春メイクにぴったりなパレットになってます。手に出してみるとこんな感じでね、本当に全部すごい使いやすいんですけど、全体的にこういうブラウン系のカラーも肌にのせてみると結構ねピンクっぽく発色します。下の方とか結構ブラウンなんですけど、思ったより見た目よりも肌にのせるとピンクに発色するブラウンで、グラデーションを作った時にただのブラウンメイクではなく春らしいブラウンメイクになるなって思います。実際にアイメイクで使っていきたいと思います。まずベースにこちらの右上のカラーを使っていきます。続いてこちらのゴールドのラメがたくさん入った茶色のカラーを使っていきます。次はこちらコーラルカラーを使っていきます。こちらのゴールドカラーを、最後こちらギラギラの可愛いグリッターのカラーを、もう一回こちらのコーラルカラーで春らしさを出したいので、メイク完成です。目元こんな感じで実際にねメイクで使ってみました。はい、春らしいメイクになってますよね。ポイントになる黄色とかサーモンピンクとか発色もすごくいいし、サラサラ柔らかいっていう感じでピタッと密着してくれていいなと思いました。このキラキラをね目の下に使ったんですけど、思ったよりも粒が大きいのでポイント使いにしたらだいぶ華やかなメイクにも仕上げられるかなと思います。シューのパレット本当大好き。はい、次はですねこちらボビーブラウンのパレットです。パッケージがまたこれもめっちゃ可愛くないですか。このサイズ珍しいなって私的には思いました。でデザインも中もめちゃくちゃ可愛くてですね、いきますよ。じゃらーん、可愛い。しましま模様でダイヤ型の入れ物に入ったアイシャドウが9色入っています。もうね全部使いやすいカラーなんですけど、こちらも結構明るめのパキッとしたカラーと淡めのカラーのミックスっていう感じで、あまりブラウンは入っていないので柔らかくふんわりした春らしい印象のメイクに仕上がるかなと思います。本当にね可愛くて、結構ねシマーなものが多いのでグラデーション作るのもすごく使いやすいし、意外と職場とかにも使う色を選べば使えそうなギラギラしたラメが入ってないので使いやすそうなパレットだなと思います。はい、では実際にねこちらのパレットを使ってメイクやっていきたいと思います。はい、ではまずこちらのくすみピンクカラーを使っていきます。ここのカラー、ピンクのカラーを使います。ここのカラーを使っていきます。目のここにも入れてあげて、ここの赤のカラーを取って、ぼかしながら塗ってあげる。
たらここのオレンジっぽいカラーをで、もう一回ここのカラーを目の際にもこんな感じで2つ目のメイクが完成です。はい、ということで完成しました。こんな感じです。こっちのね、このボビーブラウンのパレットは結構ね、発色のめちゃくちゃいいカラーとだいぶふんわりした柔らかいカラーの色の発色の仕方がだいぶメリハリがあって、キラキラの大粒のラメっていうよりかは繊細にキラキラって細かく光ってるようなシマーなものが多い印象でした。くすみピンクの色合いが絶妙で、すごいグラデーション作るの楽しかったです。はい、ということで今回はですね、ボビーブラウンとシュウエムラの春に発売されるパレットのレビューをしてみました。めちゃくちゃどっちも可愛くて、絶対もう私はこの春愛用すること間違いなしなんですけど、この他にもね、たくさんのブランドさんが出展されていて、それぞれね、先行発売品だとか限定商品だとかたくさん本当出てます。で、私も欲しいものめちゃくちゃあるのでパーティーにも行くんですけど、こういう風に商品が売られているだけではなくて、イベント会場内のステージがあって、そこでね、いろんなメイクアップアーティストさんやタレントさんとかがメイク講座をしたりだとかレッスンをしてくれたりとか、私もね、プロの方にいろいろ教わりに行きたいなと思ってます。そして今公式アカウントっていうのがありまして、伊勢丹ビューティーで出てくるんですけど、そこでインスタグラムキャンペーンをやってるみたいなので、気になった方はね、ぜひ見てみてください。ということで今回は春の先取りのアイシャドウパレットをレビューしてみました。今回もご視聴ありがとうございます。この動画がいいなと思ってくださいましたら、チャンネル登録と高評価とコメント、ぜひぜひお待ちしております。またインスタグラムやツイッターもやってるので、よかったら遊びに来てください。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。